ヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くそ、体がガタガタだぜ。おいパック、臨分よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。さて、追っ始めるか。毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。自分の恨みを晴らすために、自分の恩を止めるためだけに殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？勝手なこと言いやがって。ふざけるな、こんなところでこんな雑魚どもに。
いつになったら届く。あとどれだけ資料どもをかき分けたら、あとどれだけ使徒どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回れば、あいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合入れろ。フェンシング刺す、フィッシング刺す、さらに絶好調、刺す刺す。おい、何やってんだ。刺す。感謝しろ、きつけの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、タグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。なるよ、獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のまま、あいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わかった、負けたよ、パック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今パックつった？ああ、言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵復活、囲まれてるよ。我らは法王庁直属聖鉄騎士団。奇跡認定局よりその方を法王庁に連行せよとの命を受け、長谷参じた。長谷さん、何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その帰り地ではないのか。もはや語らぬ。これは真意である。全軍、黒い剣士を捕らえよう。マジじゃん、この体じゃ。どうすんの。剣をあんな風に振り回して、おのれ、俺の大切な友達を大砲で吹き飛ばしたがごとき威力。やべえぞ、目がかすんで。こうなり頭を押さえるしかねえ。くそ、なぜ捕らえられない。仕方ないです。別名お坊ちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だね、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。これが黒い剣士。
違いない。このまがまがしさ、奥白くに記されし。よし、よくやった。そのまま押し込め。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。 ああ、よし、全軍撤収。大神院に末席を連ねる者の義務として 2,3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とかそういうのと相性悪いんだな。貴様、何を笑うか。神を冒涜するがごとき言動、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか、神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。何を笑う。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき言動の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんた、かなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃ、あんたはあんたが崇めてるその置物と同じ中身すっからかんだぜ。ああ、己、己。ファルネーゼ様、一体何事ですか。何でもない。もうよいぞ。その者を牢に戻せ。
はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください。うちの団長、ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツくん。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと外す。うん、ありがとうは？なんだよ、細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ、人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て、こら。ありがとうよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。あー、聞こえんの。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。さて、追っ始めるか。え、自分の背中に鞭打ってる。神よ、お導きください。かわいいとこね。悪いが人質になってもらうぜ。製鉄騎士団団長のこの私にこんな真似をしてただで済むと。うるせえ、バーリーがちょいと付き合ってもらうぜ。聞きてえこともあるんでな。
奴らが来る前にさっさと散らかるぞ。アカツ、あの岩、あれで道を塞げないから。おいでなすった。何かが…こんなものが…いるはずがない。
やつらどんどん出てくるよ。せめてセリフの一つでも決めてみろ。神よってよ。メレイよ、お前、私を乗せて走りなさい。早く。ダメ。逃げ惑い、震えて縮こまっていただけ。神の皆すら一言も唱えることができなかった。神の塔を名乗りながら何千何万回も繰り返し唱え続けてきた皆すら、私はただ矮小で惨めで無力だった。無力なだけ？無力なだけなら罪じゃない。ごまかすな、ごまかすな。綺麗な言葉で自分をごまかすな。お前の中にはあるよ、人には言えない暗い暗い欲望が。いや、たとえ耳を塞いだとしても無駄だよ。これはお前の内なる声なのだから。あの時お前は感じていた。
あの男の鋼のような体に鞭打ちながら、確かに感じていた。自分の中に湧き上がる陰鬱な肉欲を、そして微動だにしないあの男の体から血が滴るにつれ、満ちてくる快感の波を。いや、聞きたくない。それだけじゃない。お前は自制と称して自分を鞭打つ時にも、いつもその苦痛の中にすら快楽を見出していたよ。信仰を重ね、自分の心を偽り、浅ましい快楽に身を委ねているだけ。それがお前さ。お前の中には何もありはしないよ。あるのは欲望だけ。めちゃくちゃにしたい。めちゃくちゃにされたい。他人も自分も肉も心も、そんな暗い欲望だけ。この中に神なんていやしない。このうずきだけが真実だよ。委ねなさい。お前にとって確かなものはこれだけなのだから。お前は神には遠すぎる。ファルネーズ様、殺して
殺しなさい、あの男を。今すぐこの場で、私の名誉のために殺しなさい。また泣かしてくれちゃいましたね、うちの団地も。知らねえな。なるほど、うちの団員たちが手も足も出ないわけだ。貴様猫かぶってやがったな。やられちゃいましたね。ということで、いずれまた。ふざけた野郎だ。なんかかわいそうだね、あのファルネーゼって人。なんかがんじがらめって感じだよ。バカ野郎、がんじがらめはこっちだっつうの。余計な厄介事が増えやがった。そういえば聞きそびれちゃったね、あいつらがガッツを捕まえようとしてるわけ。殺さなきゃ、殺さなきゃ、殺さなきゃ、口封じをしなきゃ。あいつに、あいつに生きていられたら、私人々は眠りの中で同じそれを見た。それは疫病に滅びゆく村々であり、軍隊に蹂躙される国だった。それは親子のムクロであり、隣人のムクロだった。それぞれのそれはあらゆるものであったが、ただ一つの意であった。それぞれの夜、人々は同じ世界を覆い尽くす真の闇の中にいた。そして混沌の中、彼らは刮目した。無明の闇を切り裂き、血染められた大地に舞い降りる光り輝く一羽の鷹を。彼らは直感した。それは求めし者であると。お前が求めたものは言葉ではない、不死者よ。確かに我の求めしはただ一つ、強者、絶対の強者のみ。
火の柱の立つ盲目の羊たちの集いし聖地に天落ちるとき、それは来たる。求めし者は来たる。殺せ殺せ殺せ。魔女を焼き殺せ。てめえか今のは。危ない。てめえ、何の真似だ。危ない。急げ。火の柱立つ。盲目の羊たちの集いし聖地。天落ちる時。急げ、早く。危ない。まさか、まさかキャスカの身に何か。さて、追っ始めるか。ちゃっちゃと片付けっぞ。